どうも、1919年、イケグワヤマールを作った、ジュールマコトです。こんにちは。皆さんは、野菜を取っているだろうか？まあ、学生の人はね、野菜取れなくて、体の中にニキビ菌が入って、顔が腫れるっていうのができていると思う。まあ、僕もそれに加入してて、月800円ぐらいで加入できるんです。まあ、俺が、なんでこんな風になったのかっていうと、二つ理由があって、一つ目は、まあ、学生だから。これは仕方ない。学生だから。時は戻せない。学生だから。で、二つ目は、野菜を食ってないか。まあ、三日おきぐらいに食うかな。月曜日大量に食ったら金曜日に大量に食う。その、火、水、木は何も食わない。野菜を。まあ、給食に出たのはね、全部食ってるんですけども。まあ、そこで思ったんです。この世には野菜嫌いが多すぎる。多すぎるから、今回は、をやって、最強の、野菜一日取れるジュースを作っていきたいと思います。この、カゴメトマトジュース。まあ、これは動画内で結構出してるトマトジュースと、この青汁王子。青汁。この青汁をぶっかけて、この中に飲んだら、最強のジュースができるんじゃねんって。それで俺も肌が綺麗になれる。あ、やばい、めっちゃこぼれた。わ、くっそ、なにこれ。うえ、なにこれ。これをこの中に入れる。完成しました。これが、青汁トマトジュースです。色はこんな感じ。結構グロい、茶色色の、まず。いきます。最初はトマトジュースの美味しい味がしたんですけども、後味がこのなんか青汁王子の味がクソあって、ちょっと苦くてまずかったです。でも俺完食できた。